呂流量呂流量は、中国成長の意志、思想家。またの名を降臨。字は、四つごもり、または、小生、万村と合する。他の合にあり、初優妻老人、初呂、呂位三人、南陽洋封などがあり、晩年に定発し、名を、大化、字を踏まえとし、南急老人と合する。加工府、ストック県の出身。12歳頃から文章に富むことが知られ。 当時の学者たちに畏敬されたという。家去に旧大し、生院として十数年過ごす。形成の志がありばり、リサチラと趣子学を進行。明長の滅亡に再始発進して提発し、以後は慎重に使えぬと誓い、各地を有歴し時には医者を開業し、自ら働かざれば食さずという主義を実行する。天大老の名で辞長を勧告しては、 個人の文章を批評し、成長への不満、反抗の思想を含むにもかかわらず広く読まれ、彼の死後は、成人のように尊敬され、代々の地方官がその誇らに額を送るほどだった。門人としては、趣旨文語を編纂した、現広史王子が最も著名である。1683年に55歳で没した。歳月は、流れ、1728年はすでに、 妖精帝の知性になっていたが、呂流量の自分表選にある、貝の弁の議論に影響された、創生という学者が、漢民族の復興を図り、文字の語句を引き起こした。そのため、呂流量の墓は掘り起こされ、首を切られて国門にさらされ、この呂岳子中は、家族と共に斬首され、一族は、満州に流刑されて、奴隷となるという過酷な懲罰が下された。 著述の多くは、文書の浮き目にあい、名前しか残っていないものもある。漁は、趣子学者であり、呪学の工夫は、知と行の両端にあるが、知の工夫を重視すべきと説く。そこで無知を尊び、行いを重視する過ちを犯したとして、陸昌山、陳竜川を拝撃した。一方、現代、秋尾を通じて増え続けていた、趣子の中に対する解説書。 注釈の煩雑さに反対し、学問主弁に実践休校を兼ね備えた人でなければ、趣旨を継ぐ資格はないと、当時の兵夫を批判した。君臣の関係は、義をもとすべきなのに、尻死欲で天下が左右されているのに憤慨している。このような公を忘れた態度は、軍権制の悪影響であると考え、優位の君主が出現し封建制を断行することを、 希望している。孔子が春秋の中で漢中がかつての敵である漢口に仕えたことを許したのは遺敵を追い払った功績によると考え、暗に満州人の支配に飽きたらない気持ちを示している。漁の日記では成長を退け、中国は不次に始まって以来の未曾有の危機にあると述べている。ありがとうございます。